それでは新郎の一郎君にインタビューしていきたいと思います。僕は君のことが嫌いだ。もし僕の娘を炊事洗濯などで所帯臭い女にしたら僕は君を許さない。料理とか洗濯とかは僕も手伝って一緒にやろうと思う。そういう君の軟弱なところがもっと嫌いだ。初めて会った時、白い歯とサラサラした髪が印象的だな。君はそういう部分的なところでしか人を判断できないのか。お父さんに娘のことを頼むぞって言われて、君なんかに何一つ頼んだ覚えはない。ここでお二人にキスをしていただきましょう。マリコさんにお聞きしますが、どんな旦那様になってもらいたいですか？父のような人です。一つの暮らしが始まると、私たちの製品も一緒に暮らし始めます。これも持っていきなさい。そうね。すぐに必要になるものを作り続けて100年、ライオンはこれからもいつも暮らしの中に。それではご両親に花束を。このバイキン野郎。